スロー,ターハンスファイドカート・ボネラット・ジュニア2続きから英語発音で表記されたドイツ語慣用句パンフレットそれを開けさえすればドイツ兵に「本部はどこだ?」とか「局射砲は何機ある?」といった質問ができるし「降伏しろお前たちはもうフクロウネズミだ!」と勧告することができるのであるウェアリーはまた次のようなものを持っていた過去壺で眠るのに絶好と称するバルサザイの枕性病予防のために と歌い文句のある強靭なコンドームが2つ入った箱5丁に昇進するまでは誰にも見せないつぶりのホイッスル女とシェトランド・ポニーが今まさに成功を行おうとしているところを写したエロ写真その写真だけはビリー・ピルグリムもすでに何度か見せられていた女とポニーは房飾りのついたビロードの垂れ幕の前でポーズをとっている両側にはドリア式の雪柱が立ち1本の雪柱の前にはシュロを植えた鉢があるウェアリーが持っていたのは 史上最初のエロ写真の写写であった。写真術なる用語が最初に用いられたのは1839年。その同じ年、ルイ・ジェイ・エム・ダゲールがフランス学士院のオレキ歴を前に、ヨウ銀の薄膜をかぶせた銀板に投射されたイメージが水銀蒸気との接触によって洋画となりうることを証明した。それからわずか2年後の1841年、ダゲールの助手であるアンドレ・ルフェーブルが、チュイ・ルリー宮廷で、 ある紳士に写真を売りつけようとして逮捕された。ウェアリーが写真を買ったのもそこ、つまり、チュイ・ルリー宮廷であった。この写真は芸術であり、自分はギリシャ神話の再現を意図したに過ぎないと、ルフェーブルは勾弁した。列中とシュロの蜂があることからもそれは明らかであると主張した。どの神話を再現するつもりだったのかという質問に対しては、女を人間、ポニーを神と見立てた神話は何千もあると答えた。彼は6ヶ月の懲役を言い渡された。 そして服役中肺炎で亡くなったそういうものだビリーと2人の石膏は痩せ型タイプであったがローランド・ウェアリーは死亡でダぶついていた幾層にも重なったウールとベルトと荒布の中で彼の体はさながらゴーゴーと燃える溶鉱炉であったエネルギーが有り余っているので彼はビリーと石膏たちの間を行ったり来たりしては誰も行った覚えのない誰も聞こうとしないくだらない伝言を伝えてもらったまた1人忙しそうに活動していることからリーダーになったと錯覚し始めていた 武器と防寒機の中でカ下しているため、ウェアリーは危険をすっかり忘れていた。鉄兜の縁とベビーフェイスの鼻から下をすっぽり隠したマフラーが彼の視界を極端に狭めていた。あまり居心地が良いので、たやすく別の世界を空想することができた。この戦争を無事に生き抜き、国の家に落ち着いて、両親や妹に戦争の体験談を、実際にはまだ終わってもいないのに話している情景である。ウェアリーの解釈による戦争の体験談とは次のようなものだった。ドイツ軍が 総攻撃を仕掛けてきたウェアリーと放射犯の仲間たちは死に物狂いで反撃したがウェアリーを除いて全員が戦死してしまったそういうものだ逃げ延びる途中ウェアリーは二人の石膏と出会いたちまち意気投合した彼らは何としてでも味方の陣地へ帰りつこうと決意した力の限り走るのだ敵に降伏するくらいなら死んだ方がいい彼らは固く手を握り合った彼らは自らを三重士と名付けたところがそこへカレッジ中隊のまぬけな若者が現れた どうして陸軍に入ったのかと思うようなヘナチョコ兵である。一緒に行ってもいいかと聞く。そいつはライフルもナイフを持ってなかった。鉄兜も帽子もかぶってなかった。まともに歩くことさえできない。ひょっこりひょっこり動くので敵に位置は悟られるし、みんな頭に来てしまった。だが、かわいそうで見てられず、3人はそいつを押したり担いだり引っ張ったりしながら、なんとか味方の陣地へたどり着いた。三重士が薄のろの生命を救ったのである。現実の世界では、ウェアリーは。 自分の足跡に沿って引き返し、ビリーの姿を探していた。あのカレッジ野郎を探してくると、セコ膏たちに言って出てきたのである。彼は低い枝の下を通った。枝はコンと、鉄兜のてっぺんにぶつかったが、ウェアリーには聞こえなかった。遠くで大きな犬が吠えている。それもウェアリーには聞こえなかった。彼の戦争体験談は、今や佳境に差し掛かっていた。将校が三重士の生還を祝い、これは聖堂星将者だと胸を張っている光景である。 まだ他に私に私できること、ははないい、かね、諸君。はい、と石膏の一人が言う。この戦争が終わるまで、我々は共に行動したいのです。三重士がバラバラにならないようにする、何か良い方法はないものでしょうかビリー・ビルグリムは森の中で休んでいた。目を閉じ、木に寄りかかっていた。後ろにのけぞった頭、広がった尾行、その姿はパルテノンの詩人を思わせた。ビリーが初めて時間の中に解き放たれたのは、この瞬間である。 彼の意識は人生の軌道上を壮大な弧を描いて旋回し始め、死へと突入した。そこは紫一色だった。誰の姿もなく何も見えなかった。あるのは紫の光とブーンといううねりだけ。次の瞬間、ビリーは再び人生に引き戻され、過去へ、誕生以前へと遡った。